皆さんこんにちは。今回は10切れのしかも勝率5ん10切れの5弾で勝率7割後半っていう、まあなかなかのなかなかの化け物と当たったので、ちょっと対局していきます。で、相手の方早繰り銀かな、あ、速攻系ね、速攻系で、まあただこう速攻の形を見せてるだけで本当にやってくるかどうかはわからないところですけど、まあどうなんですかね。こっから自然に玉囲ったりするのもありますし、まあもうそれ、なんていうんですかね。囲うのも普通ですし、もうすぐ仕掛けちゃうのも全然ありますね。なんか止まってるから、そうそう、止まってるからやってくる気がした。止まると怪しいんですよね。これどうするのがいいんやろ。銀引く？金まっすぐは角打ちが嫌なんですよね。次に桂なって、同玉に角で銀取る筋が結構受けにくくて、それが嫌なので、まあそれもあるかもしれないですけど、銀上がる。歩突く同歩。同飛車。下から歩とかも一局な気するけどな。銀上がってみようかな。まあなんかここに角打つとかもあるんですよね。次に歩ついて同歩同飛車で、歩打ったら同角なり同金同飛車なりみたいな感じで、こう、飛車先を突破するみたいな。あー、やってきましたね。あるんですよね、どころの騒ぎではなかったかな。うん、でもこの形の場合、相手の方の陣形も不安定なんで、まあなんかあるかなと思って踏み込んだんですけど、なんもないのかな。何もあると思いつつ。まあでも、桂馬で反撃していきますか。なんか、これでもし銀が手に入れば、こっちも受けやすくなるので、まあ、例えばなんですけど、こっちに銀が入れば、歩ついて、あー、でもやってきたな。まあ、逃げられ前に取っちゃうか。まあ、同桂で取って、同飛車に、まあ、歩受けて、で、歩打って、同歩なら同角なりを狙う手はあるんですけど、ここで銀打つ手があるんじゃないかなと思ったんですよね、銀持ってると。おお、そんな手はないよと言わんばかりのノータイム。でもこれ、まあ、同金だと、飛車、ん？同金だと飛車引かれて、角取っても金取られちゃうから微妙か。でも飛車取って、金取って同玉で、金打たれると王手銀取りなんですけど、逃げて銀取った局面でこっちの手番になるんで、難しいんじゃないかな。まあ、金取ってきて同玉で、金打たれて逃げて銀取られるんですけど、この金が若干遊んでるのと、まあ、銀取った時にこっちの手番になるので、あー、だからそうか、すぐには取らずに。なるほど、なるほど。あ、それは、納得ですね。同玉なら、そこで金打てば、玉を下に落ちるしかないんですよね。その形はこう、角成りとかで寄せられやすくなるので、ちょっとこっちは嫌ですね。で、これ相手陣の急所は歩ついて攻めることだと思うんですけど、歩つくと桂馬の両取りがあるんですよね。まあ、それを承知で行ってみるか。桂馬打って、飛車寄って、桂成り同金で、もう三筋の攻めを見せると、いうわけで。あれ、これ金、あー、びっくりした。金は寄って大丈夫。で、これも寄る予定ですね。次、歩成りから王手していければ、まあ、なかなか相手の方としても、怖いところがあるんじゃないかな。まあ、歩成りに同玉なら、この形なら飛車で桂馬取った手が、さらに王手になりますし、うん。嫌なとこじゃないかな。嫌なとこだと言ってほしいな。まあ普通は嫌だと思いますけどね。普通は。まあでも相手の方の強さ普通じゃないんで。普通じゃない強さ。あ、これ馬で詰めろか。銀取りかつ馬で詰めろ。ただ一回角を打って銀に紐をつけてみたい。桂馬。次馬入られると詰み。銀で桂馬取っても馬入って玉逃げて馬入られると詰みか。
だから、金寄る？でもせ、桂成り同飛車になっちゃうのか。これ馬が分かっててもめちゃくちゃ受けづらいっていう話ですか。ワンチャンないのこれ。金寄って、金打ちは逃げて。大丈夫かな？金寄るか。馬を防いだ意味ですね。馬入られると罪だったんで、馬だけは食らわないように。おー、早い。と金引きまでの詰めろ。あー、これ受けなしか。と金引きまでの詰めろが分かってても受からんかな？分かってても受からんか。そうか、分かってても受からんか。同金は同馬で罪ですね。飛車とか打って、まあ仮に数足しても金打って、同飛車同とで罪なんですよね。ああ、これ、しかも逃げ道も広げられない。歩ついても、桂馬が効いてるんで意味ないですし、銀で桂馬取っても馬で罪なんで、ああ、そうか、これ受けなしですね。そう。ん？でも金上がる手があるか。ここの逃げ道を作って。お、ああ、よかったよかった、見えた。危うく投了するところやった。ああ、で、角取りに来て、なるほど。飛車打つと金打たれてダメなのかな。香車取るんじゃ角取られますもんね。飛車打ちが次金取って同玉に頭金までの詰めろなんですけど、飛車に金打たれるとダメかな。なので、うわぁ、そっか。歩とかも2歩で打てないですもんね。まあ、ダメと分かりつつ飛車打つしかないのかな。桂馬打って、いやー飛車打つ？いやでも金打たれるよな、これ。そうですよね。そうだと思いました。私、そうだと思いました。同飛車内同金桂馬、金上がられるぐらいでダメか。なるほどなぁ。なるほどですか、これは。ちょっと待って、これはぬるいなぁ、でも。ぬるいぬるい。いやぁ。いやぁ、今。いやぁ、桂馬って待って、ああ、逃げ道作ったってことか。ああ、これ、そっか、それで銀取りじゃダメか。まあ、受けてもしょうがないんで、逃げ道塞ぎますけど。そっか。でもこれ、銀入れば銀打ちから結構、でも銀にまっすぐ上がられると全然つまんか。なんか銀に同金なら竜で金取るみたいな、詰み筋がないこともないんですけど、まあ、ちょっと銀だとまっすぐに逃げられて、ダメそうですね。だからどうしてくるんやろ。金取って同飛車に銀とかぐらい。まあ、銀取って同飛車なら桂馬跳ねられて。でも同玉は角とかですぐ寄りそうなんで同飛車かな。銀で。そっか。まあ、これが詰めろじゃないことを祈って相手玉に詰めろをかけるか。詰めろがかからない説ある？詰めろかからない説は聞かなかったことにして、ここ消えますか。まあ、ここの逃げ道で塞いでおけば、割と積む可能性はあるんじゃないかな。同玉は角。逃げて馬入って、同玉は頭金。逃げても金とかで積みそう。馬で寄ったらどうなるかもよくわからんけど。ここで逃げるのは、桂跳ねか。寄ると飛車で逃げてなって。分からん。なんかパッ
見、松見だと思うんですけど、なんか詰みがよくわからん。でも同玉は飛車か、逃げて角で、ん、逃げて角でこっち逃げると、でも同玉飛車で逃げて角で逃げて角成りとかでダメか。だから逃げた方がワンチャンあるかな。逃げるならこっちかな。こっちはちょっと角打たれて詰みそうなんで。で、あーでもそっか、ん、逃げて歩は金で詰みですね。逃げると角打って逃げて角成りで詰みかな。あーでも角打って逃げて角成って逃げて金打って逃げて馬より馬引きで詰みか。そっか、これそうか、詰みそうですね。角で逃げて竜で逃げて金で逃げて、あーというかそれがあるか。今同玉は桂馬が効いてましたね。なんで頭金で詰みですね。ちょっと強い。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、もう一本動画を見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。